エマニュエルはカトリック教会の修道所、社会活動家。エマニュエルはマドレーヌ参観としてブルッセルでベルギー人の父とイギリス人の母との間に生まれた。1914年6歳の頃、父がオスタンドの海岸で遭難死し,し、喪失感を味わった。その後、第一次世界大戦の勃発で一家はイギリスに疎開した。同年月、 教会で会話をのイエス像を見て、パパみたいに大好きと囁いたという。12歳になったマドレーヌは、幼少の頃の思い出を忘れず、また世俗に泊まれば、誘惑に遭う恐れがあると分析し修道所になる。決心をする。娘の強情な性格を知っていた母は2週間過ぎれば、戻るだろうと予想し承諾した。マドレーヌは、シオンのノートルダム修道所会に入会し、 修道所として生願した。修道名をエマニュエル都市教師としてイスタンブール、チュニジア、アレクサンドリアの学校に赴任し哲学を教えた。エマニュエルは貧困層への奉仕を希望したが当時、教会法では修道所の院外活動が許されていなかったため、彼女は40年間教師としての活動を余儀なくされた。1971年、定年を迎え週末には、 修道院に戻る条件付けで、回路のスラム街での生活を許可された。彼女は不衛生な環境で、ゴミ収集に従事するスラム住民に奉仕した。住民は、当初、エマニュエルをスパイと勘違いし警戒したが徐々に心を開き、彼女と共に働くことになる。エマニュエルは、スラムの環境改善のために、学校、工場、運動場、住宅を建設し、 ヨーロッパやアメリカを回り寄付金活動に奔走した。1993年、修道会本部に召喚された。彼女は落胆したが、ヨーロッパ社会における精神的貧困の現実を知り、南フランスで祈りの生活を送ることになる。その後、エマニュエルは執筆活動に取り組み、マスメディアに登場したりした。2008年、起点。裸足の老修道女 聖女の条件より、朝日新聞2008年10月21日号より、裸足の老修道場、P22、聖女の条件、P238、聖女の条件、P240 シスターエマニュエル、リバードイン、フランスフォーキャンドーケアリング、イズ、デッドアット99、ニューヨークタイムズ、リリーブドオン2008年10月25日、ありがとうございます。